きは好きでした。まあ、びっくりしました。もう20年以上も経ってますので、ね、その音楽を聴くことがないんですけども、昔に戻りながら、何かやっぱり自分のこの、好きな音楽と同時に、今、おっしゃっていただいた、浄土真宗の宗派さんと、道山は真言宗という宗派でございまして、まあ、同じ仏教、お釈迦様の教えを現代にというふうな考えではあるんですけれども、なかなか宗派を超えてこういったことをするというのは、まずなかなかないことです。なかなかね、難しかったですね。ですんでね、こういったご縁で、まあ、仏教というのは本当に一つなんだと、お釈迦様の教えというものを、いろんな形で、まあ、いわゆるお経というものが中心ではございますが、いろんな形で皆さんに知っていただいて、触れていただいたりですね、そうですね、楽しんでいただいたり、何か感じていただいて、お寺に来ていただいてお帰りいただくと、まあ、そういった考えでは本当にありがたい機会を設けていただいたなというふうに感じております。ありがとうございます。で、いろんな宗派というお話になりましたけども、宗派というのはね、例えば頂点が一つ、山の頂上一個ですよね。なのに登り口はたくさんあるんです。その違いだけで目指すところはみんな一緒なんですよね。で、皆さんも自分の登りたい登り口が多分ね、あるものがあると思うんですよ。で、そういうことにね、出会うためにいろんなお寺にね、足を運んでいただいて、いろんなご住職のお話を聞いていただいたり、それで触れていただくことで、あ、このやり方がね、私はしっくりくるんだということがね、見つけていただければもっとありがたいことになるのかなと僕は思ってるんですね。ね、もう本当にまあ、私は本当にまだ小僧なんですが、仏教というものに興味を持っていただくというふうに、いろんな方がこう言って、いろんな形でお寺というのは門をこう開いてですね、迎え入れるということなんですが、本当にね、仏教というのは日本の文化といいますか、日本のこの生活に密着したものでございます。日本というのは多神教、いろんな宗教というのは自由に行われますが、特にやっぱり長い間仏教というものが、やはり時代とともにこう日本の文化、例えばですね、皆さんおかげさまでという言葉をよく使われてるんですね。最近どうですか、お元気は、体、どうですかなんて言うと、おかげさまで、っていうふうにね、僕何もしてないんだけどねとかって言いながらね、必ずね、自然に多分皆さん出てくると思うんですね。まあ、お若い方おかげさまって使うのかどうか分かりませんが、でおかげさまっていうのは、どういう意味かご存知の方おられますか。挙手を。おられませんか。知ってる方いらっしゃいますか。まあ、あまりこういったことも考えることもないと思うんですが、おかげさまっていうのは、いわゆる自分の影のことなんですね。で、まあ、ここは室内ですので、ちょっと影は出にくいんですが、お天気の時に外に出ますと必ず影は出ます。背中から来ますと前に影が出ます。この影というのは必ず自分についたもので、影だけが動いなんていうことはないと思うんですね。で、この必ず自分の後ろにいるというのは、いわゆる自分の先祖なんですね。お父様お母様、そのお父様お母様のもう一つお父様お母様、ずっと自分のこの身体があるということは、先祖があって自分はここにいるんだ、この自分がこうやって普通に生活できる、健康でいれる、いろんなことが、まあ、嫌なことがあったり、いろんなことが終わりだと思うんですが、とにかくこうやって、なんていうんですかね、ご近所さんとかいろんな方と会話をして、お元気ですかなんて言葉をかけて、いや、おかげさまで、これは、先祖があって、ご先祖のおかげで私はこうやって元気になります、生活できますということを、昔はご先祖のおかげでというふうに、ね、多分長く話したと思うんですが、だん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 それが、短くなってしまいまして、おかげということだけが残りました。まさにこれは仏教の用語の一つでございます。そうですね。はい、まあ、こういったことで、普段の皆さんの生活の中にそういった、生活にこう仏教というのが入ってございます。これは、まあ、決して仏教の教え、お釈迦様の教え、
宗教的なことを言うんではなくて、まずは、自分の身っていうのは、ご先祖皆さんいろんな人のおかげでこうやって、元気でいるんだ、まあ、そういった、感謝する心というものを起こしなさいという、まあ、いわゆるこれは仏教の教えの中での言葉でございます。これはお釈迦様の言われたね、あの処方無我という考え方なんです。難しいでしょ、処方無我っていうと。でもね、おかげさまっていうと優しく感じるんですよ。でも同じこと言ってるんです。で、おかげさまと今ご先祖っていうのがね、あのメインに出てきましたけども、実は友達であるとか、生まれた場所であるとか、物であるとか、いろんなものの影響を受けて私は作られてるんですね。あの、僕が最初生まれた時から、あの50年経ったらこんなところに立ってこんな話をするっていうのは決まってないんです。いろんな方々のおかげでね、こういう場所に与えられて、こういう機会を設けていただいた。これは僕の一人の力じゃない。僕の力っていうのは何もないんだ。みんなの温かいご協力とか、もちろんね、こうやって、こうやってお参りに来てくださる方々がいるからこそ、僕たちはこういうところですることができる。で、皆さんのおかげでもあるんです、ね。だから自分という存在を、俺こそはっていうふうに思うのは勘違いですよっていうのが処方無我で、おかげさまっていうことなんです。そういうことをね、噛み締めながら生きていくとね、あの仏教ってもっともっと身近なね、生活に根付いた私の心をもっともっと豊かにしていただけるものだと信じていますので、ね、そういうことに、また今日法要ですので、こういうね、仏教の言葉をいくつか挙げさせて、いただいてますが、また今日時間もね、あんまりないんですけれども、もしもよければ、あ、そうだ、テクノ法要というのをここ以外に以前に体験したという方いらっしゃいますか？ああ、いますね。ありがとうございます。嬉しい。で、その他は今日初めての方、いかがでしたでしょうか？で、またね、分かんないことがたくさんあると思いますので、もしもこの中で我々に質問がしたいという方、もしもいらっしゃいましたら、挙手をで、何でも質問にお答えします。分かる限り。じゃあ、もうしばらく菊池住職のお話をちょっと聞かせていただきながら、その間にでもね、ちょっと質問ある方は考えておいてください。じゃあ菊池住職、この仏教というものが、今伝統のね、ものとして非常に重要な、重要で大事にされていますけども、その中で形っていうのはどういうふうに仏教的には捉えたら我々はいいのかっていうのをね、新聞宗的な考え方というのはちょっと教えていただきたいんですけど。ですね、まあ、日本の仏教というのはいろんな宗旨がございまして、新聞宗とか天台宗とか、いわゆる浄土っていう浄土宗で、浄土宗にまた浄土真宗とか、それから臨済宗、創造宗、伝宗系ですね、まあ、いろんな宗派がございまして、皆さんは今日お越しのそれぞれのこう菩提寺というのが、父母、おじいちゃんおばあちゃんが、お世話になっている菩提寺というのがあります。で、まあ、いわゆるお盆とかお彼岸なんていう言葉があって、ご自宅にお参りに来たりですね、時期になるとお寺にお参りに来たりする、まあ、いろんな特徴がありますが、もともと仏教というのは、まあ、いわゆるインドという国でお釈迦様という方が、まあ、開かれて、東西のこのシルクロードというのを渡って、東のシルクロードを渡って日本に伝来をした。まあ、伝来する際にいろんな国々を渡ってきましたので、その国その国の特徴を、まあ、受けながら、影響を受けながら最後は日本に渡ってきたということですね。で、まあ、何が言いたいかと言いますと、もともとは仏教というのはいろんな宗旨がございますが、同じであるということなんですね。で、特に、まあ、皆さんこう衣装といいますか、こういう着てるものとか、持ち物とかでいろいろね、皆さんこう区別されると思うんですが、まあ、もともとは全て同じである。ただ教えていただく先生が、ちょっと同じことを言ってもですね、少し生徒さんで受け取り方が違うようなことが